じゃあ我慢してやってるってことです。そうですね。我慢して女性を抱いてるんですか。仕事のために。我慢して女性を抱いてるんですか。心を殺して。そうですね。でもやっぱりそんなに我慢してほど抱かなきゃいけない女性がいるっていうのはやっぱりモテるっていうことにつながってくるんですよね。そこは職務なんで。職務。モテるのも職務であり、抱くのも職務であると。なるほど。警察官というのはモテなければいけない。そして抱かなければいけない。けど決して職業を明かしちゃいけない。明かしてはいけない。明かすとみんな警戒して、警戒するとナンパスポットに人が集まらなくなるわけですよ。あそこで一番大事にしないといけない。ナンパスポットで捕まえるってことですか。基本的にその女性は。いや、僕はあんまり明かせないんですけど、ソースは明かせないんで。群馬の何山でしょ。観音山。観音山。観音山。入り食いですか。最近はそうなんです。はい、始まりましたオズマの〇〇タイムです。今回はですね、オズマさんのたっての希望によりですね、重い対決シリーズの第2弾をやりたいと思います。それさ、ちょっとこの前ぐらいにやったばっかじゃない？だね、早すぎない？早いよ。サイクルがさ、オズマさんがぜひともやりたいっていう。本当に？前回やった時って僕ら3人だけでしたけど、はい、今回は、まあ、オズマさんも含め、フォーズさん、ルパン、そしてこの2人にも参加していただきます。どうぞ。ゲスト、ゲストです。AD のキム君と修作君です。よく見るメンツじゃん。だってこれなんかもうすでにもう顔がなんか重いんですけどね。気が重い。気が重いよね。僕を除くこの5人で、うん、逃れた。いや、僕あの方司会ですから。あ、そうだ。なんだよ、僕がその位置行きたいわ。この5人でやってみたいと思います。おー、オッケー。ではまずですね、皆さんが持ってきたデータを披露していただきたいと思うんですけども、はい、じゃあボーツさん。僕はですね、あの大好きなポケモン。ポケモンの、僕ダイヤモンドパールのパールやってたんだけど、はいはい、あれの一応こうほら伝説のポケモンパルキアっていうやつ、うん、いますね。いるじゃん、あの、うん、レベル60ぐらいで捕まえる、うん、そいつを。じゃあ、でも結構後半ならないと。だって後半ってことはクリアしてる、ね、その完璧に終わって、うん、一応そいつメインでこうやっていこうかなみたいなキャラですね、うん、じゃあルパンは。はい、はい、僕はですね、あのモンスターハンターポータブルセカンド、うん、今かなりやってましてですね、ほうほう、時間的には120時間ぐらいなんですけど、うんうん、つい最近あの風流剣って、あの竜属性の強い武器が出たんですよ、うん、かなりレアで、うん、作った、作りました、うん、ほほ、こう掘って、うん、石を掘り当てて、うん、それをこう研いで、うん、その石自体がなかなか手に入らないの、ね、ああ、なるほどね。で、うん、研いでその錆びたあの古剣かな、うん、なんかそういう錆びたなんとかっていうアイテムにしてから、うんうんうん、古竜の地っていうね、うん、かなりその古竜種っていう、要はもう超強いやつらだよね、一、うんうん、人じゃとてもじゃない勝てない、うん、それの血が出るんだよね、うん、それを合成するとその剣ができる。結構じゃあその剣を手に入れるまでが結構大変だったりもするんだ。もう大変どころの騒ぎじゃないよね、うん、それをかけると。いや、もうしょうがないよね。しょうがないね、なんでしょうがなくなってか意味が分かんない。いや、だって分かんないよね。だってもうこういう風になっちゃってるから、なっちゃってる、ね、あれのせいで。小島君自身はどんなデータを。モンスターハンターポータルセカンドの何がしかを。それはそれなりのね、あのね僕あの判断できるんで、あ、そうかそうか、これを出せと、これはレアですねとか、これは別に大したことないなっていうのは僕判断で結構いけるんじゃないかな。お互いそれは決めてもらって、うん、とですね、僕はこれの、ジャンヌダルクっていうゲーム。ジャンヌダルク、方法、はい、はい、去年の11月に出たゲームで、うん、5ヶ月ぐらいコツ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 やって、ようやくラスボス2歩手前ぐらいに来たデータを消せと。え、データ消すの？データを消せと。
実質ゲーム時間は40時間ぐらいなんですよ、うん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 、タクティクス的なゲームなんで、うん、1回の戦闘がすごい長いじゃないですか、はいはい、ダメだとリセットみたいな、うん、あなるほど、僕何回も失敗してるんですよ、その今のデータって、うん、戦闘を何回も失敗して、うん、これからようやく、うん、ですよ、5ヶ月間仕事のようにコツコツ積み上げて受けてね、これだけが楽しみにやってきたデータを消せと僕も、モンスターハンターコンタクトセカンド、あみんなそうだね、おおみんなやってるね、ぶっちゃけこの2人よりか全然上の方にいるんで、おお。ぶっちゃけのそのルパンさんの風流拳とか大したことない。大丈夫ないんじゃん。大丈夫ないんじゃん。俺だって時間がないとこコツ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 こんなゲームやってんの大したことないんだからさ。それまあ強そうかやレベルによるんだね。企画のルールをここで説明します。はい。はい。5人いますよね。うん、で全4回戦試合を行います。うん、そこで各試合で一番ビリの人のデータを順々に消していきます。どういうこと、どういうこと、一個ずつ最初5人である勝負を行って、そこでビリの人がデータが消されます、うん、で次2回戦で4人でゲームをやってビリの人が消されます。1人しか残らないってこと？最後1人残りますよね、その人はセーブデータを消さなくて済みます。これは激しいね。激しいね。勝ち抜き戦ですね。第1回戦はですね、モンスターハンタードスの肉焼き対決、全然その鳴り物が来てない、モンスターハンタードスで、肉を焼いてもらうんですが、上手に焼けた人から抜けていきます、うん、で生焼けとか焦げちゃった場合は、の人が要はデータが消されると、okay. はい、じゃあトップバッター、じゃあオズマから、はい、タイミングも忘れたなぁ。行ってみよう。はい、行きましょうか。肉焼きセット、上手に焼けました。次は次、次じゃあルパン行く、次ルパン、はい、行きます。はい、どうぞ。よしよし、生焼けでした。よし、じゃあ次修作くん。ジャイジャイ、おお、で、これ AD キモがこんがり肉焼けたらもうルパン行けるですね。邪魔とかあるな、いいね、これ行けてんだろ。言えたな、さっぱりしたね、さっぱりしたね。じゃ早速ルパンのデータを見せていただきたいんですが、うん、これ何時間プレイしてるの？124時間、うん、うわ結構やってるね。今のこれ、あ、これか、あ、これだ、うん、風流拳攻撃力128でもね、あの竜属性っていうあれ520が高い、うんうん、あのズバ投げてるでしょ、うんうん、これはかなりいいんですよ。
レア度っていうのは、うるさいよ。あ、レア度っていうのがやっぱあるんだ。じゃあレア度5全部消しちゃう。じゃあレア度5全部消しちゃう。何言ってんのお前。まあいいんじゃん、風流拳、風流拳、風流拳とりあえずそれだけ売るのでいい、うん、売るの、はい、本当売るの、はいはい、このもうね、もうね、もうねえよ、もういい、もういい、もういいよ、うんうんうん、もうこれ、うん、これでいいだろ、うんうん、うん、いい、いい、だって俺1回戦目でもう負けてんだもん、うんうんうん、そんなもう序盤的にはこれ十分だと思うんだけど、お前持つなって、お前ああ持つなって、これ前回があるから持つなって、触るなって、もう近寄るなって、俺はもう後ろ行くからお前は前来い、前セーブはセーブしないと、あ、セーブしないと意味ないんじゃないですか。そうだ、セーブしよう、じゃあ取っときましょうか、ちゃんとセーブしたって、うん、ああそうだそうだね、それしないとね、ちゃんとセーブしたっていう、あーおーおおおおおなんか笑えるけど泣ける、なにこれ。第2回戦はスーパーマリオブラザーズ早クリア競争、イエーイイエーイイエーイ、盛り上がってきたね、盛り上がってきました、もう僕気が楽ですよ、はい、もうしょうがない、ニコニコですね、もうニコニコです、はい、用意スタートのトー言った時にスタートボタン押してくださいね、これリセットも、あ、ボスさん大丈夫ですか、あ、大丈夫です、最初スタートボタン押せば始まるのか、これそうですね、はい、はい、いきますよ、はい、よーいスタート、あ、いいですね、いいですね、お、引っかかる人もいるか、ま、AD キムはキノコ取ったね、取ったね、他の人はキノコ取らずにどんどん進めてますね、あ、ボザンが一番早いかな、今、うん、これはちょっと、あ、オズマがキノコ取ったけど一回やられたね、あ、危ない、おお、誰が一番早い、誰が一番早い、ついた人は、シャイオさん、シャイオさん、おー、どっちだ、おっしゃー、どっちだ、おっしゃー、微妙だな、微妙だな、今言ったよね、俺の方が早いっすって、ちょっとほらほら、僕の方が多かったですもん、もう一回、もう一回、もう一回、ちょ見てみてください、見てください、ちょっと今見てください、戻していやいやいや、じゃあ、いきますよ、はい、よーい、スタート、あ、違う、ちょっと、あー、ごめん、僕は怒りずっと、はい、よーい、スタート、よし、はい、はい、おー、あ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 、危ない、お、二人ともキノコ取らないね、どっちが早いんだ、これね、やられちゃったらもう一回最初からだから、おー、危ない、の方がリードしたな、あ、引っかかった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 、あ、引っかかった、引っかかった、引っかかった、やばいやばい、ボザン引っかかってる、あー、ダメだ、ダメだ、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、あー、よし、あー、もう、ボザンね、もう嫌だ、もう嫌だ、じゃあ早速ボズさんの大事なポケモンを、うん、オズマ君に、うん、あげてしまうと、うん、はい、なんでオズマにあげてんだろうね、仕方ない、オズマばっか得することになってね、だからその企画をした、じゃあ、まあ、交換、ね、一応、まあ、オズマの○○タイムだからしょうがない、僕らはまあゲストってことだからね、
坊主さんがそんなにねめちゃくちゃずっとやってるわけではないから、まあ、あでもパルキアねこ の, あこの辺も全部ね強いんですけどね、まあ、パルキアが一番強いっていうわ、あの1個1匹しか出てこないやつだからね、そうだね、あの上げちゃうともう、ね、もうもらえないみたいなやつなんで、え何そのちっこい鳥みたいのレベル2のバックルとレベル63のパルキアすげえもったいない気がしてきた、いやもったいないよこれさ、だってパルキア捕まえるの結構やっぱ大変なんですよ、まあ一応クリアしてね、方に大相撲が得してんのが嫌だな、いいなぁいいなぁ欲しいなそれ欲しいなぁ、かわいがったムッスル、かわいがれねぇかわいがれねぇなぁこれ、かわいがれないねぇ